さんこんにちは、鈴木久美子です。今日は初回ですけれども、ブルグミュラー作曲シュタイヤー舞曲を演奏したいと思います。シュタイヤーというのはオーストリアのアルプス山脈の東の方の地域を指しています。そして舞曲というのはオーストリアやドイツで後にワルツに発展したレントラの踊りのことを指しています。それではお聴きください。